一見普通の民家ですが、中で行われているのは。カツ塾でぬりえと申します。どうぞよろしくお願いします。小さな話家が朗々と小話を披露します。見せるときにね、これがこう動かないようにして、動かないようにじっと止めて、もう一回あなたそれ出してごらんなさい。そう、ピッと止めて、はい、ここは落語を教える塾。現在は年中から小学校6年生まで9人が通っていて、先生からマンツーマンでレッスンを受けます。指導するのは宮森健二さん、元教員です。子供と落語といえば、ああそうそう、お隣の奥様にそっくりだわ。これはダメダメ、ご近所トラブルになっちゃうもん。奥出雲町の高尾小学校、11年前から授業に落語を取り入れる活動を始め、今では子どもたちの豊かな感性を育む取り組みとして全国表彰を受けるなど注目されています。宮森さんはこの活動を始めた張本人。高尾小学校で一緒に落語教育に携わってきた川上さんとともに、半年前この塾を開きました。落語を通して国語力に加え、想像力や表現力、人前に立つ度胸も養うのが狙いです。高尾小学校でやった時に、まあ、子どもたちがぐんぐんその落語を通して育っていくのを見ていたので、あ、できるんだったらやってみようかなと思って、それで始めました。塾は1人45分程度のレッスン。この日は直前に迫った寄席に向け最終チェックです。泥棒め、池の中へ飛び込んだぞ。どこにいるのかな。子どもたちは落語を文章として覚えるだけではありません。覚えたところが入り口で、そこからどうその話の世界を、想像を細かく広く広げていって、言葉一つ一つを大事にしてきちんと届けるためにはどうしたらいいか、どこをどう直せばいいかっていうのを。うちの子は本当にちょっと恥ずかしがり屋で、後ろに隠れるような性格だったんです。だんだん本当に積極的になってきて、でなんか自信がついたので。ケンちゃん、嘘をついちゃいけないよ。短歌部なんかどこにもできていないじゃないか。こうして迎えた本番当日。会場の松江市のお寺にはおよそ100人の観客が集まりました。塾生7人がそれぞれ自分たちで考えた枕と古典落語を披露します。それじゃ何かよ、うちの時間も時間もここのすり切り返し、水間も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 訓練とかね、住むところビル個人のだから、パイプパイプパイプのシューリンガン、シューリンガンのグリーンでグリーンでのポンポクミのポンポクなのチョキメのチョーすけが、ケンちゃんの頭を叩いてタンクポコしてられたっていうのかい。すごく滑舌が良くて、ジゲムジゲムとか言われたのも覚えるのがすごい大変だったし、それを喋るのもすごいと、ただ一言です。高尾小学校の方でも聞いてたけども、またこれは違って楽しいですね。楽しかった。ちょっとだけ間違えちゃったけど、そこを直してもう一回やりたい。この日ゲストとして出演したプロの落語家も子どもたちの芸を大絶賛です。子どもでも舞台出れるってもすごいなと思いました、ね、人前で あれだけ喋れるっていうのがもうすごいし、あれだけ笑わせるっていうのもすごいし、でまたこの先生のね、熱意もすごいなと思いました。今日の経験をもとに子どもたちまたぐんと伸びていくと思いますし、
もっともっとこう表現したいとか、それからお友達がやった表現をなんか刺激受けてるでしょうし、とても良かったなと思いますね、うん、今のままで楽しんでやってくれたらいいなと思ってます。学力だけでなく豊かな感性も養う小さな話し家たち、これからも稽古や出張落語で腕を磨き、多くの人を笑わせます。